久しぶりにね、J トピア、J バンクのね、お金をね、動かそうかと思ってね、手続きにね、行くんだけども。まあ、いろいろとね、いろいろとやっぱり世の中動いてるなという感じはすごくするね。今、それこそね、銀行なんてオンラインバンクになっちゃってきてるからね。オンラインのね、銀行となると、まあ、何が違うかっていうと、今 JA に行くんだけども、JA になると、まあもちろん地方銀行はね、しずきんもそうだけども、まあこういうところのお金っていうのはね、まあこれももちろんね、オンラインでね、できるようには、移行するようにはなってきてるわ。要するに時代にね、沿ってというか時代の流れに従ってどうしてもね、そういう方向に行かざるを得ないということで対応してるんだけれども、最初からのネット銀行っていうのは、やっぱそこのところがね、全く感覚が違うのよね。今までこうだったからっていうのがないのよ、ネット銀行の場合。どういうことかっていうと、ネット銀行の場合、口座を開設してね、というか口座開設するのも、ほぼね、本人じゃなくても口座開設できちゃうのよね。まあ、このあたりがね、根本的な大きな違いなのよね。まあもちろんね、なんだ、地方銀行とか JA なんかも、もともとは本人じゃなくても、口座開設できたんだけども、さすがにそのオレオレ詐欺とかね、そういうのが出てきて、なかなか本人で、ね、要するに口座開設が難しくなったと。じゃあネット銀行はどうなのって言ったら、確かにネット銀行もね、面倒くさくなってきてるのはあるのよね。いろいろとね、手続きが、要するにいろんな証明書、要するに1個の証明書じゃなくて2個の証明書が必要になるとかね、例えばマイナンバーカードと免許証みたいな感じでね、2つ必要になるとかね。あと、動画で顔を撮影するなんていうのもね、これ銀行じゃなくて証券会社だったかな。なんかそういうのもあるんだよね。そのカードだけじゃなくて動画撮影をして、その顔をね、登録するみたいな。本人確認登録するみたいな。そういう証券会社というかね、銀行も。あったりするし、証券会社だよね。確か楽天証券かな。違ったかな。まあ、いろいろあるのよね、そういうのがね。いろいろ出てきた。だから、そういう意味では、本人じゃなくてもっていうのは、まあ、でも銀行口座はね、結構簡単、本人じゃなくても、要するに、マイナンバーカードと免許証があれば、本人じゃなくても口座開設はできる。まあ、口座開設はできる。本人じゃなくてもっていうのは、要するに、そのカードを、用意できればね、要するに、代行手続き、インターネットなんか使えない人がね、年寄りなんているわけだから、そういう人間の代わりに、
別の人が手続きをしてあげる、要するにインターネットでね、手続きをしてあげるなんてことは、当たり前にあるように、今のね、それこそ新型コロナウイルスワクチンの接種もそうだけども、要するに代わりにお手伝いして、そのインターネットの手続きをしてあげるみたいな、そういうのはね、あるのよね。ガマだ。ここそんなガマ畑だったっけ？ハス畑だと思ったんだけど、違ったかな。で、その後、まあそれで解説しちゃって、まあね、パスワードやら何やら全部登録しちゃえば、その逆に言うと、今度そのパスワードやら何やらが全部分かっていれば、例えば親の口座を開設したとしたら、子供がね、親の口座を開設したとしたら、あとはもう子供が全部勝手にできるわけよね。パスワードやら何やら全部分かってるわけだから。どこに何、いくらお金があろうがなかろうが、それを動かすことができると。で、今もね、僕が思うには、そうしちゃった方が楽。地方銀行とか JA とかに置いといて、親のお金をね。で、それを管理するってなったら、ATM っていうか、キャッシュディスペンサーね、機械で、カードを使って、その銀行のね、キャッシュカードを使って、そのキャッシュカードから現金を下ろすとか、そういうような形を取るのが今一番楽なのよね。で、そうすると大体、ATM の限度額が50万円とか100万円とか、まあ、それぞれの銀行によってね、あるんで、決まってるんで、まあもちろんそれを変えれるところもあるけどもね。まあなんだかんだ、いろいろと、そういう制約があったりする。なんだけども、例えば楽天銀行にとかね、そういうような、銀行に入れておけば、あ、そっか、インターネット銀、ネットバンクじゃなくても、その地銀でも JA でも、そっか、普通預金だったら何でも OK か、今。普通預金だったらいいわけよね。だから定期預金が一番、要するにめんどくさいわけよね。定期預金、年利がいいから、利率がいいから、定期預金入れたり出したりってなると、それが結局この JA とか、しずぎんだと、あ、しずぎんも1000万以下はできるのか。1000万以下だったらしずぎんも定期預金入れたり出したりできるんだな。だから JA の場合は定期預金の出し入れがネットバンクではできないということかな。まあ本当に、まあいろいろとやってみるとね、めんどくさいと思うような思いがね、したりもすると。といったところで到着。